ソメイTVをご覧の皆さん、こんにちは。ソメイの哲也と、スーパーソメイの小野塚と、鈴崎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ワインの定期便、エクセレンス便でございます。はい。エクセレンス便一発でございますね。あの、エクセレンス便、あの、ワインの、まあ、普通の通常定期便はですね、4本にはしてるんですけども、うん、1本か2本で本気に美味しいワインを取り上げたい、それがエクセレンス便でございます。今回もですね、2本でございます。で、まあ、でもちょっと動画で紹介するのね、1本にさせていただきます。ちょっとね、ちょっと量が多くなってしまうっていうのもありますので、もう1本ね、来ますので、今回は2本、その中でも今回代表格としてこのワインをご紹介させていただきます。おい、正直今僕たちこの3人よしっていう感じのうん、飲みたい。まあ、これをや、正直ね、まだね、またエクセレンス瓶ね、どんどん売れてくれないとね、赤が出るからね、みんな早速これ買ってくれ。むちゃくちゃ美味しい。赤が出ました。あ、そうですね。開けてくれ。もう一本はスパークリングですよ。もう一本はイタリアのスパークリングに、プロセッコにさせていただきます。うん、はい。ポール・ホブス、ピノノワール、ロシアン・リバー・バレー、2019年でございます。イエーイ。素晴らしい。すごいね。価格が7800円かな、うんうん、で、税込みで8580円。なかなかね、いや、高額帯のワインでございます。いや、これね、僕たちが、ね、大好きポール・ホブスでございますね。樽の魔術師の意味を持つ男でございます。ワイナリー情報。ポール・ホブスは1978年にナパバレーのロバート・モンダビワイナリーでワインメーカーとしてのキャリアをスタートさせました。その後、25年間彼はモンダビ、オーパスマン、ソノマカウンティにあるシミワイナリーや、また、醸造コンサルタントとしてシチリ、アルゼンチンでその技術と専門知識に磨きをかけました。その間、ポールはヨーロッパの主要ワイン産地を頻繁に訪れ、さらなる技術やアイデアを蓄積しました。11人兄弟の中で育ったポールのブドウに近づけする中期前、1969年ニューヨーク、北部地方の彼の家族の農場に初めてブドウが植えられた時に芽生えました。仕事熱心だったポールの姿を見て、ポールの父はすぐにポールをブドウ栽培の責任者にしました。ポールはノートルダム大学在学中に初めて世界のワインを試飲し経験しました。それが彼の一生の仕事になる醸造家のキャリアの情熱に火をつけましたと。まあ、とりあえずね、すごく有名な方ですと。僕たちね、すごく大好きなやつで、このね、ポール・ホブスね、ぜひね、皆さんに飲んでほしいと思って選ばせていただきました。はい、醸造、ブドウが進めたいうちに手作業で選果。9% は全部。小型開放ダル、開放式のステンレスタンクで、土着酵母のみで発酵。フレンチオーク、死んだり 43%、9ヶ月間の熟成。室賀無成長。アメリカらしい。うわー、ジャミー。あっ、こんなこう、よかった。いや、天才なんだよ、やっぱ。やっぱうまいんですよ。すごい、この人は。土直球の王道を思うの、ぐいぐい、胸張って歩いてる感じですね。間違いないです。そういえば、定期便でピノの赤って紹介したのって初めてじゃない？確かにそうですね。もう、いやー、エクセレンス便様々ですね。うん、ポール・ホブスってなんか人がフューチャーされるじゃないですか。本当しっかりとやっぱテロワールを出してるっていうのが、この人がもっと評価されるべきだっていうか、うん、ポール・ホブス・ワイナリー、ここにございます。ちょっと見ましょうか。いやー、ちょっと待って、飲みながら超幸せで、ちょっとトークできねえわ。うまっ。はい、これがポール・ホブス・ワイナリーでございますね。はい、ロシアン・リバー、ロシア川で、ここの、まあ、この辺りなんで、グリーンバレー・オブ・ロシアン・リバーとか、その辺りにも入るような、そんな場所かもしれない。まあ、ギリギリ入る、入れないか。そんな感じの場所ですね。で、ロシアン・リバーの、まあ、ピノですから、まあ、サミー方というか、うん、海の方なんですね。内緒はその、ロシア側沿いに多分その冷たい空気が入ってくるんで、ロシア側の近辺とか、多分そういうことですよね。これがロシア側ですね。あ、はい、ロシア側で、これがダーッとあることで、この辺りから寒い空気が入ってくる。中の方が内陸はあったかいと。で、ここの辺りが非常に寒い空気が入ってくるから、シャルドネやピノの、醸造に非常にいいと。醸造とか、まあ、栽培にね。ちょっとロシア側みたいですね。入っちゃった。ロシア入っちゃった。入れる。こんなね、小さい川がこの辺りのテロワールにめちゃめちゃ影響を与えてるっていう。すごいですね。内陸までこうずっと続く川っていうのはないんでしょうね、うん、ここが切れ目になって海から冷たいから運んでくるんでね。
うーん、面白いですね。面白いですね、ここ。まあ、こういう場所ですね。なるほど。おう。おお、素晴らしい場所でございますね。こういうところで作っている。そんな感じでございますね。僕たちね、やっぱりロシアニバはね、やっぱり好き。うめえ。やばいに好き、よかったと思いましたけど、ね、このままには。これはもう高得点が。エクセレント。エクセレンス。はい、エクセレンスか。エクセレンスでございます。エクセレンスでございます。いやー、これは素晴らしいですね。これは本当に寝かしても飲めるし、今も飲めるっていうのがエクセレンスですね。いやー、エクセレンス瓶を買ってる人だからこそ、これは、ね、楽しめる素晴らしいワインですね。いやー、選んでよかった。さあ、これにね、何を合わせるのか、非常にね、難しいところでございますけど、ちょっと頑張って、やりましょうね。コンビニじゃちょっと難しいですね。え、難しい。確かに。シェフ呼んでこないと。ちょっと、ね、ちょっと美味しいの食べちゃうんですね。ちょっと難しいなぁ。まあ、やっぱりちょっとね、美味しいお料理がね、必要になってくると思います。うん、まあ、ちょっとマリアージュポイントね、これ、期待でございますね。うん、じゃあ、マリアージュしてみましょう。こちら行きます。金シリーズだな。金シリーズが。ハンバーグハンバーグかなぁ。はい、ではマリアージュコーナー行こう、はい、美味しいでしょ。点数はね、かなりの高得点が見込める。うん、おぉ。いっていいですか？ポイント。あ、もちろんです。ポイントいいですか？はい。8.8! おぉ。すげえ点数出たね。全然いっていい。うん、あ、もう揺るがないわ。間違いない。おいしい。これ自信も満々に言いますよ。僕は 6.5 かな。はい、じゃあ、サムリンポイントいきたいと思います。サムリンポイント。せーの、6.4 ですね。なんかやりづらかった。ごめん、6.4 です。はい、6.4 ですね。めちゃめちゃうまいです。これはうまい、ね、これ、1万しないですよ。すごいですね。でもシンプルにですね、ブルーボイルのブランクルを作っているその先生がこれなんで、どう思うんですか。彼らがアメリカのブルーボイルでここまで作れるって知った時に、これをね、早くね、だからワイン業界が本当のことを言っていい業界になってほしいと思う。いや、そうですね。とりあえずちょっとマリアージュさせて終わりですよ。マリアージュさせて終わってないと。今回一番合いそうなこれだな。金の黒酢酢豚、これ合うと思う。はい、これでちょっといきたいと思うのと、まあね、他にもね、ちょっと脇を固めるものはいろいろとありますので、あとソムリンがなんかハム少ないな、だからセブンイレブンさんでね、絶対セブンイレブンソムリン見てるよね。見てますね。ハムの種類増えましたね。イベリコの24ヶ月出たよ。でこれちょっとやりながら、ちょっとこれを温めながら、ね、ちょっとやりましょうか。イベリコ行きたいと思います。まずはイベリコ行きますよ。あとねちょっとメガムもね、ちょっとやりながらやって、メガム一応取ります。あ、メガム。イベリコよりはメガムのが合うかな。あー、ちょっとおかぶを奪われた。おかぶ奪われました。おかぶをね、え、イベリコがね、おかぶを、もうイベリコ、うまい、うまい、すごい、恥ずかしいな。僕これをうまく編集してさ、面白く伝えなきゃいけないんだろ。うるせえ、ちょっと黙ってろ。さっさと終わらせたいんだよ、撮影を。いただきます。イベリコがね、香り間違いなくイベリコ、これは嘘ついてないですね。うん、うん、合わないね。これもね、いきますよ。メカブは絶対合うと思う。ミキアブ行こう、ミキアブ、ミキアブ、はい、うまいっすね。でも、主役に立てないね。ま、主役には立とうと思ってないです。なんか、湘南高校のベンチ温めてる感じ。小暮にもなれないぐらいのやつ。さあ、行くぞ。絶対美味しいんじゃないですか。いや、もうそれも決定。山椒パウダーの。最初は、いやーい、めっちゃいただきます。これはこれこれでいいです。からしはどうだよ。うん、からし欲しい。これはからし欲しい。からしをつけて、ちょっとダメだね。ブラックペッパーが良かったかもしれない、ね、シチューかな。皆様あっかって、感謝します。あざっす。ミーノはね、おい、あー、うん、合わないな、臭い。うん、このソースとだったら、ああ、ソースだけだったらいいんですね。ソースだけだったらこれですよね。どっち、素材を生かす感じで。サンダーバー言うけども、イベが一定してもあ、うまいっす。これ自体うまくなりましたね。これうまくない、やばい、これ絶対やったことないんですよ。ちょっと待って、ちょっと待って、え、これしかも
めちゃめちゃ合いますね。いやこれ今のところこれがベストだよね。間違いない、はい、超イレギュラー、うん、メカブにこのソースをぶち込む。これはちょっとこれめちゃめちゃ面白いと思います。これめちゃめちゃまずそうだけどうまかった、うん、これでいけるよね、うん、絶対いけると思います。日本中のソムリエでこれ出す人いないもん。いやこれ自分でも出したくないですもん、うん、合うからしょうがないんですよ。はいどうぞ。これもう劇的に食べるから行こう。いいですか。いや僕結構これはうまいはず、うん、ワインを入れて、ワインを入れてみてくれ。あーでも入れてるからめちゃわかる。あるだろ。めちゃわかるけど、ね、ワインを殺さないで食べれるのはこれかな、うん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 、これだけどまあまあなんとかでいきます。はい75点うん、79点。そもそもセブンイレブンには合ってない、うん、これに関しては、うん、美味しいかったと思いますよ僕は。これは僕たちみたいなね、うん、やっぱりちょっとこう攻めてる人間じゃないからね、僕たちこれうまいと思うね。うん、うん、どう、うん、いい、両方殺さないと。いや両方殺さなくてね、両方も引き立ってる。僕はね美味しいと思うんですけど、うん、でもすこぶるやっぱり周りの評判が悪かった。好きなんですよね。いいよ、いや僕たちの行く道を行った方がいいと思うよ。僕たち行きなさいよ。85で、うん、いいと思いますよ。実はもうちょっと上に行ってもいいんじゃないかと僕たちは思ってる。思ってるね。言ってるでしょ。僕もいいと思ってる。だからね、はっきり言おう、うまいよ。うまいがやっぱり、ね、凡人にはねついてこれないこの茨の道があるんだと思いました。見た目がね、そんなによろしくないっていうのはありますね。そうだね。まあちょっと器変えれば高級なんか、まとめ、金のビーフシチュー、はい、ビーフシチューのスープを、メカブのセブンイレブン売ってる、はい、メカブにぶっこんでいただいて混ぜて混ぜ混ぜつまみながら。うんうん、分からない。いやひどいだろこればかりは。まあ、でも贅沢っちゃ贅沢だね。贅沢だね。なんか贅沢だと。肉はほっといてスープだけですから、ね。うん、そうだそうだ。あの正直ね、できることだったらね、ただただね梅を使いたかった。うん、梅干しを使いたかった。梅はいいかもしれない。梅干しを使いたけど今回梅干しをねなるべく封印しようとした結果こうなりました。だからねなかなかね面白かったですね。でも正直肉を食べるとポロフォブスが死ぬんですよ。この肉がまずいんだよ。確かにね。だからソースしか取れなかった。っていうことでございます。ワインがうますぎた。うん、今回のは難しいです。美味しいワインは難しい。美味しすぎたね。ということでね、また来月のちょっとエクセレンスに何にするか分かりませんけど、なんか赤と高いのが来たよね。ちょっと白もいいかなと思ったりとかね。うん、泡でもいいんじゃない。泡も欲しいですね。うんうん、お楽しみにしていただければいいと思います。はい、ではまた次回お会いしましょう。さよなら。